皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、シカゴ美術館のコレクションの続きです。はい。これは、神様、太陽の神様の息子だそうです。これはしばしんですね。踊っているしばしんです。 ブッダに関するものみたいですねこちらはこちらはまあなんか水瓶みたいなものですねはいはいこれは座っているえー、虎ですはいこちらはまあ壺ですね蓋付きの壺ですね はい、これも蓋付きでちょっと面白い形をしているものです入れ物ですはいねえちょっと面白いですよねこれね芸術的ですねはいはいこちらは、えー、首が細くて、えー、ちょっと抽象的な線が施されている瓶、えー、です はい、こちらは、えー、お皿です。こちらもお皿です。はい。これは壺ですね。これはお皿です。<coughs> これは三角形のような形のお皿です。これはボールですね。はい。 これはちょっとわかんないですね。まあ見た感じ、なんかこう水瓶というか注ぎ口のついた水瓶に見えますけどね。はい。これはお皿なんでそうです。はい。お皿です。はい。こちらはボールですね。はい。これは、えーっと。 多分中国のものもですちょっと何の宗教なのかどんな,人,なの人が描かれているのかは分かりません。これはハスの絵でデザインされたボールです。はい、こちらはあのボールです。はい、こちらは花がデザインされたボールです。こちらは不死鳥をかたどっ 描かれたボールです。これは花瓶ですね。はい。これはコップなんだそうです。はい。コップなんだそうです。面白いですね。はい。これはボールなんだそうですね。はい。これもボこれはボールですね。はい。これもボールです。 これはコップみたいです。で花のデザインがされているということですね。見えますね、はいと。こちらはボール。こちらもボールで花が描かれています。えー、これはボトルのか瓶の形をした花瓶だそうです。 用途は花瓶、けどボトルの形をしているということそうです。こちらはお花のデザインがなされたボールです。こちらは蓋付きの、えー、コスメの箱だそうです。化粧品入れですね。はいはい、こちらは、えー、ただのかけらです。何かわか,からないみたいです、はい。こちらはボールですね。 はい、こちらは油入れだそうです、はい。お花が描かれています。これも油入れだそうです。これは普通にボールなんですが、えー、お花が描かれています。あと、雲も描かれています、はい。こちらはボールですね。こちらもお花が描かれています。こちら,もこちらはですね ボールなんですが、えーとですね、少年とブドウが描かれているそうです。これは花の形が描かれたボールです。えー、これは花瓶ですね。まああの絵があ花が描かれています。はい。こちらは、えー、ボールにいろんなものが 4つ描かれたものだそうですこちらはボトルですこちらはですね、雲のような形をした枕だそうです。はいこちらは、ふ、え、た、ー、月のハス、えー、の花が描かれた、えー、花瓶です。花瓶なのにふた月ということでしょうか。はい今回の配信は以上になります。 また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。